どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですねヒルトンオーナーズとはということでヒルトンホテルのですねステータス特典やポイントについてねまとめていきたいというふうに思います。まずねヒルトンホテルグループはですね国内17カ所世界119カ国ということで6000件以上のねホテルを展開しているホテルグループっていう風になるわけなんですけども、国内ホテルはですねこんな感じになっておりまして、都市部と郊外にあるっていった感じになっております。そしてですねヒルトンホテルのホテルプログラムがヒルトンオーナーズという風に言います。私はですねずっとヒルトンオーナーズだと思ってですね動画でもヒルトンオーナーズっていう風に言ってたわけなんですけども、視聴者の方にですねヒルトンオーナーズですよって教えていただきましてですねありがたい限りなんですけども、まずねヒルトンホテルのステータスに関してなんですけども、ヒルトンホテルのステータスはですねメンバー、シルバー、ゴールド、ダイヤモンドっていう風にですね分かれておりまして、ヒルトンオーナーズにですね無料会員登録するとですねメンバーというねステータスが付与されるっていった感じになっております。私自身もですねヒルトンのですね上級会員のステータスっていうのは保有しておりませんので、私もですねメンバーっていうねステータスという風になっております。このねメンバーのステータスだけでもですね特典っていうのがねあるっていった感じになっておりまして、こちらねちょっと読み上げさせていただいちゃいますけども、会員向けの割引保証、無料宿泊特典に利用できるポイントプログラム、特典滞在時のリゾート料金不要、デジタルチェックインと客室の選択、デジタルキーの利用、客室およびロビーでの Wi-Fi 利用、2人目のお客様無料、ポイント譲渡とポイントプール無料といった感じですね、無料メンバーであってもポイントがね貯めることができたりとかですね、宿泊時にですね無料で Wi-Fi ね利用したりすることができます。またですね2人目のお客様無料特典ということで、こちらね地味に嬉しい特典だなというふうに思うわけなんですけども、1人でですね予約を検索した場合と2人でね予約を検索した場合に価格はね上乗せされることっていうのはねありますよね。こちらがこの特典があるとですね2人でも同料金でね利用することができるっていった感じになるんですよね。もちろんですね食事付きのプランであったりテーマパーク付きプランとかですね対象外になるわけなんですけども、マリオットボンボンホテルだとですね1名の利用と2名の利用っていうのは料金異なるっていう風になりますので、こちらはですねいい特典だなっていう風に思います。またですねレートチェックアウトが利用できるというふうになっておりまして、こちら時間の記載はねないんですけどもリクエストするっていったことができます。またですねポイントが譲渡できたりですね、友人の方とポイントでですねヒルトンホテルを利用したいっていう時にですねポイントが足りないっていう場合があった時にですねポイントプール特典っていうのがありまして、公式サイトにですねこういうふうに書かれておりまして、ヒルトンオーナーズメンバーはポイントを家族や友人の人と組み合わせて予約の滞在にですね利用することができるっていった感じになっておりまして、この特典はですね最大10人までポイントね統合してね利用することができるっていった感じになっておりまして、無料会員登録ねするだけでこの特典が、ね、利用できるっていうのはねかなりいいんじゃないのかなというふうに思っておりますんで、もしですねヒルトンホテルの会員登録ねされてない方であればですねぜひね登録してみてもいいのではないのかなっていうふうに思います。次にですね各ステータスになる条件とその特典についてね見ていきたいなというふうに思うんですけども、一覧はですねこんな感じで公式サイトに出ております。やはりですね大きい特典っていうのはゴールドステータスからかなっていうふうに思っているわけなんですけども、ゴールドステータスになるとですね客室のアップグレード、こちらはエグゼクティブクラスまでベースポイントに対して 80% のボーナスポイント、レートチェックアウトと無料朝食、スタンダードルーム特典で5泊以上の場合は5泊目無料といったね特典があるんですよね。やはりゴールドステータスになるとですね無料朝食がついてくるっていうのはねかなりいい特典だなというふうに思ってるんですよね。こちらについてはですね全てのホテルでね利用することができるっていった感じになっております。またですねゴールドステータスになるには1年間に20回の滞在、もしくは40泊の宿泊数を満たした場合、もしくは7万5000ポイントのベースポイントの獲得っていうふうになっております。それ以外にもですねゴールドステータスがね付帯しているクレジットカードがありまして、こちらは2020年9月現在なんですけども
年会費13万円のアメックスプラチナカードですね。こちらのクレジットカードはですね、年会費はねとても高いっていう風になるわけなんですけども、ヒルトンのねゴールドステータスがね付与されているっていった感じになっております。またダイヤモンドステータスになるとですね、ゴールドステータスに加えてですね、客室のアップグレード、こちらはワンベッドスイートルームまでね対象っていう風になりまして、ベースポイントに対してもですね 80% から 100% にボーナス上がったりですとか、エグゼクティブクラブラウンジがね利用できるようになっております。個人的にはですね、やはりダイヤモンドステータスのメイン特典はエグゼクティブクラブラウンジかなっていう風に思っておりまして、このエグゼクティブクラブラウンジっていうのはですね、ホテルの上級会員用にですね開放されているっていった感じになっておりまして、時間帯によってはですねお酒や軽食がね楽しめるっていった感じになってるわけなんですけども、この特典をですね宿泊時には無料でね利用できるっていった感じになっております。またこのダイヤモンドステータスに、ね、なるにはですね1年間に30回の滞在、もしくは60泊の宿泊を満たした場合、もしくは12万ポイントのベースポイントの獲得っていった感じになっております。またですね、ヒルトンオナーズの特典や宿泊実績、ポイント付与などの特典はですね、基本的にはヒルトンのね公式サイトからね予約した場合のみというふうになっておりまして、楽天トラベルなどの外部サイトを利用した場合はこの特典がね受けられないっていった感じになっております。ですけどもステータスをですね見せるとですね、一部の特典が利用できたっていう話もですね聞いたことがありますんで、もしね外部サイトで予約した場合であってもですね、ダメ元でねステータス自体をですね見せるようにねしていただけたらなっていうふうに思います。でですね、ヒルトンホテルね公式サイトから予約する場合なんですけども、基本的にですねポイントサイトにね案件が出てるっていった感じになっております。こちらですね2つのねポイントサイトに出ているわけなんですけども、まず1つ目がですね、楽天がね運営しているポイントサイト、楽天リーベイツっていうねポイントサイトがあるわけなんですけども、こちらにですね 2% の還元ですね案件が出てるっていった感じになっております。こちらはですね楽天が運営しているということで、現金のキャッシュバックではなくてですね、楽天ポイントでの楽天ポイントバックっていう風になっておりますので、こちらはね覚えておくようにしてください。もう一つはですね、海外の楽天のキャッシュバックサイトという風になっておりまして、こちら楽天 eBay っていうねポイントサイトなんですけども、こちらの場合はですね 2.5% ですね案件出ておりますので、こちらは現金キャッシュバックっていう風になっておりますので、もし現金の方がいいっていう方はですね、こちらの楽天 eBay っていうのをね利用する方がいいかなっていうふうに思います。こちらはですね PayPal ってありますよね、そちらを経由して銀行にですね振り込みっていった感じでポイントをですね現金で受け取ることもできますので、この2つはですね覚えておくようにしてください。こちらの2つのサイトはですね概要欄に URL 載せておきますので、そちらね利用していただければなっていうふうに思います。次にですね、ヒルトンホテルのステータス判定期間と有効期限についてなんですけども、ヒルトンホテルのステータスの判定期間というのは1月1日から12月31日までの1年間というふうになっておりまして、獲得したステータスはですねその年の翌々年の3月末までが有効期限というふうになっております。それではですね、次にポイント制度についてね解説していきたいなというふうに思うんですけども、ヒルトンホテルのポイントはですね2種類あるっていうふうになっておりまして、ベースポイントとボーナスポイントっていうのがありまして、ベースポイントに関してはですねヒルトンホテルの滞在に対して1ドル10ポイントがね貯まるっていった感じになっておりまして、1ドル100円の場合ですね100円につき10ポイントがね貯まるっていった感じになっております。ボーナスポイントについてはですねステータスに応じてポイントがね付与されるっていった感じになっておりまして、メンバーの方はねちょっとないんですけども、シルバーステータスの方はベースポイントの 20% プラスポイント、ゴールドステータスの方はベースポイントの 80% プラスポイント、ダイヤモンドステータスの方はベースポイントの 100% プラスポイントっていう風になっております。またですね1年の宿泊数に応じてポイントがもらえるっていうねシステムもヒルトンホテルにはありまして、40泊すると40泊目とそれ以降10泊ごとにですね1万ポイントが付与されるっていった特典になります。こちらはですね40泊ということですので、かなりねハードルが高いんですけども、一応ねこういう制度もあるっていった感じになります。
。次にですね、ポイントの有効期限についてなんですけれども、基本的にはですね、ヒルトンホテルのポイントはですね、有効期限は1年間っていう風になっているんですけども、ポイント自体が加算されればですね、延長っていう形になっておりますので、ヒルトンホテルをですね、利用されている方はですね、失効する心配はね、ないっていう風になるんですけども、1年間まるまるね利用されないっていう方はですね、1年間でねポイント失効してしまいますんで、そういう場合はですね、他のポイントからポイント移行したりですとかですね、ヒルトンホテルのポイント自体は公式サイトからですねポイント購入することもできますんで、そういったことをすればですね、延長されるっていった感じになっております。次にですね、ヒルトンホテルポイントの利用先についてなんですけども、ヒルトンホテルの宿泊もしくは航空会社等々のですね、ポイントに交換することができるんですけども、ヒルトンホテルのね宿泊以外にねポイントを利用するっていうのは、ポイント価値がですね本当に暴落するぐらいですね、ポイント価値がね低いっていった感じになりますんで、基本的にはですね、ヒルトンホテルのポイントはヒルトンのポイント無料宿泊にね利用するのがおすすめっていった感じになっております。またポイント無料宿泊についてはですね、ポイント宿泊する場合は除外日がないっていう風になっておりますので、空室があればですねいつでも利用できるっていった感じになっております。またですけども、ヒルトンホテルのポイントと現金をね併用してね利用することもできるわけなんですけども、こちらはですねポイントのね価値がかなり低くなってしまいますので、こちらもですね利用できることはできるんですけども、おすすめはできないって言った感じになっております。またですね、ヒルトンホテルのポイント宿泊する際はですね、リゾート料金がかからないっていうね制度があるんですよね。こちらは本当にねありがたい制度だなというふうに思うわけなんですけども、マリオットボンボイホテルはですね、このリゾート料金っていうのは基本的にかかるんですよね。日本でですねかかるところっていうのは私あんまり聞いたことないんですけども、ハワイであったりニューヨークの場合はですね、リゾート料金っていう感じで20-30ドルですねチャージされて、その分がですねホテルのレストランとかバーとかですね、そういう場所で利用できるっていった感じで、リゾート料金っていうのがねかかるんですよね。ニューヨークの場合はディスティネーションフィーっていった感じでね、同じような、ね、感じでチャージされるわけなんですけども、これについてはですねヒルトンホテルにはねないっていった感じになるんですよね。またですね、先ほども言いましたけども、ヒルトンポイントはですね航空会社のマイルにね交換することができます。できますけども、ポイント交換レートはですねかなり低いっていった感じになっておりまして、航空会社についてはですね ANA、JAL、ブリティッシュエアウェイズ、ユナイテッドとかですね、かなりね多くの航空会社マイレージにね交換することができるんですけども、だいたいですね1万ポイントが1000マイルっていう風になりますんで、かなりね交換レートは低いですので、もしね利用するっていう時はですね本当に最終手段かなっていった感じになっております。いかがだったでしょうか。今回はヒルトンホテルのポイントとステータスについてね解説させていただきましたけども、私自身もですねヒルトンホテルのステータスっていうのはね保有しておりませんので、今現在ですねかなりダイヤモンドステータスですね取りやすい状況が続いておりますので、私もですねヒルトンのステータスマッチをですね今現在行っておりまして、ちょっとね申請が通ったらですねヒルトンホテルのね上級会員もですねちょっと狙っていきたいなというふうに思っております。もしねマリオットボンボイホテルしかね泊まったことがなくてですね、ヒルトンホテルねちょっと気になっている方いらっしゃいましたらですね、会員登録ねしていただいて宿泊ねしてみていただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。